しかし、その陰と言ったかしら。結局のところ目的は何なのかしら。それは私たちにもまだわからないんだけど。そういや、どうだロイド、今回の事件についてそろそろ何かひらめかないのか。ああ、そうだな。脅迫状とメールだけど、同じ人間が書いたんじゃないかもしれない。何？どういうことですか？まあ、単純な話だよ。イリアさんが受け取った脅迫状は不気味だけど単純な言い回し。俺たちが受け取ったメールは古風で挑発的な言い回し。随分感じが違うと思わないか？確かに言われてみればそうだな。メールが来たことに驚いてそこまでは考えてなかったわね。それでそのことが何を意味しているのかしら。そうですね、いろいろと可能性はあると思いますが、院に手下がいた場合、そいつにメールを送らせた可能性、もしくは逆にそう思わせるために院がわざと違いを出した可能性、他にもあるでしょうが、この段階でこれ以上推理を進めるのは逆に危険でしょうね。なるほど、面白いですもんね。そろそろ着きますわよ。ここが地下5階、メイン端末があるフロアですわ。端末室は階段を降りた先です。ずいぶん厳重な場所に設置されているんですね。いずれここで顧客の情報を管理することを考えていますから、ハッキング対策が十分でないため現状では見送られていますけど。なるほど、確かにもし流出したら大変なことになるでしょうね。ええ、それも含めてまだまだ研究段階ですわ。めちゃくちゃすごそうな部屋だな。最新技術がてんこ盛りになっているのだけはわかるが、エプスタイン財団製の最新情報処理システムですね。リベールの高速巡洋艦にも使われているそうですが。あの有名なアルセイユ号ですわね。あれに使われているものと基本的には同じシステムですが、莫大なネットワーク情報に対応すべく処理容量は数倍に強化していますわ。すごい、マリアベルお嬢様、お疲れ様です。お疲れ様。仕事の方は順調かしら。ええ、おかげさまで。例のシミュレーションも順調にいきそうですが、こちらの方々は。クロスベル警察の方々ですが、実はここのメイン端末が外部からハッキングを受けた可能性があるらしいのです。ハッキング？ティオ、彼らに一通り説明してもらえるか。はい、それでは。外部からのハッキング、可能性はあったけど、まさか本当に起こるなんて。
いや、でもありえないぜ。ハッキングなんてできる技術者がそう簡単にいるはずが。もしハッキングでなければメールを送ったのがあなたたちである可能性が高くなりますわね。どちらがいいなのかしら。そんな滅相もない。僕たちが不甲斐ないからハッキングされたんだと思います。なんていうかイリアさんとは違った意味で女王様って感じだよな。特務支援課の端末にメールが届いたのが真夜中の3時頃。その時間帯のログはどうなっていますの？はい、すぐに調べます。ありました。メールの転送システムがクラッキングされています。やっぱりこれで外部説が確定したってわけだな。こちらも侵入経路を確認。アクセス元はダメだ、ロストしてしまってます。どこから入り込まれたかわからないってことですか。ああ、巧妙に痕跡を消されてしまっている。クロスベル市内のどこかなのは間違いないと思うけど。やりますね。端末を一つ貸してもらってもいいですか。え？だがいいですわ。リオさんと言ったかしら。好きにいじってしまって。はい、それでは。アクセス、エーオンシステム起動。ディオちゃん、これは多次元解析によるリアルタイム制御を施行。全端末のログを解析。隠蔽された痕跡の前後における不審なアクセスを全て精査。すごい。なんだこの処理速度は。サポートをお願いします。クロスベルの全ターミナルに管理者権限でアクセスをかけます。不審と思われるログを吐き出すのでチェックをお願いします。ああ任せてくれ。エリー、わかるか。さすがについていけないわね。俺なんか何をやってんのか理解すらできてねえんだな。なるほど、ティオさんはオーバルスタッフの使い手ですね。オーバルアーツをノーウェイトで発動するための高速展開技術が使われているそうですが、それを端末のコントロールに利用したのかもしれませんね。わかるんですか。ベルは一応エプスタイン財団で動力工学を学んだ経験があるから。と言ってもかじった程度ですけれど。終わったみたいですわね。お、いかがでした。こちらの持ち分は白だ。そっちはどうだ。ビンゴ、こいつだ。ジオフロント B 区画第8制御端末。ここからアクセスしたらしい。ジオフロント、あの駅前通りの外れにある地下区画からかよ。いいえ、あの場所はジオフロント A 区画になります。ハッキングに使われた端末の所在は市北西部の地下にあるエリアみたいだね。市北西部、住宅街や歓楽街のあたりね。ロイド、
どうするの？早速行ってみよう。ジオフロントのゲート管理は確か視聴者の管轄だったはずだ。鍵が借りられないか受付に問い合わせてみよう。ああ、早速行ってみようぜ。どうやら事件の核心に迫ってきたみたいですわね。はい、いろいろとお世話になりました。ありがとうベル、それに研究員の方々も。いや僕らよりそのお嬢さんの手柄の方が大きいと思うよ。そうだな。お疲れ、ティオ。おかげで助かったよ。お疲れ様。さすがティオスケ、決めてくれるじゃん。大したことじゃないです。それに私も一応特務支援課の一員ですし。十分大したものですよ。どうかしら、ティオさん。エリーともども私のところにリクルートするというのは。え？ちょっとベル。いきなり引き抜きっすか。それはさすがに勘弁してほしいんですけど。冗談ですわ。事件が無事解決したらぜひ顛末を教えてください。それとお渡ししたセキュリティカードはそのまま預けておきますね。最上階とこのフロアならいつでも来られるようにしますから、何かあったら尋ねてくださいね。ありがとう、ベル。それでは失礼します。そうそう、これは私の勘ですけど、おそらくメールを送った人物とインというのは別人ですわね。明らかに専門の技術者、それもエプスタイン財団の関係者である可能性が高いですよ。え？そんなことわかるの？そうですね、私もそう思いました。あれだけのネットワーク技術を使える人間は限られています。それにハッキングのくせにしてもどこかで見たことがあるような。そうなのか。ああ、それともしそのハッカーを見つけた場合、そのまま泳がせたいですから放置しておいていただけますか？え、どうして？現時点でハッカー行為を取り締まる法律はありませんから。それならむしろ放置した上でこちらのプロテクト技術の向上に役立ってもらうことにしますわ。銀行機能の動力化を実現するにもハッカー対策は不可欠ですから。あなたって人は。いやはや大胆というか強胆な人だね。手がかりが入ったのはいいけど、なんだかどっと疲れたな。
そうだな。特にロイドはあのお嬢様に散々絡まれてたからな。誰のせいだよ。誰の。でも専門ではない動力技術にあそこまで通じてる人は珍しいです。マリアベルさんは技術者ではないんですよね。ええ、経営の方が専門ね。おじさまの右腕としていくつかの事業を任されていると聞いたことがあるけど。それはすごいな。あ、ひょっとしてそれでエリーを欲しがっているのか。うん、気持ちはありがたいんだけど。しかしあの親父さんの方も相当強烈な感じだったよな。いきなりすごい演説みたいなのを始めちまうし。でもなかなか興味深い話でした。人は正義を求める生き物ですか。昔からためになる話をよくしてくださったけど、今日の話はとりわけ考えさせられてしまったかも。そうだな。ともかくこれで手がかりはつかめた。視聴者の受付に頼んでジオフロントの鍵を借りよう。ええ、そうね。そんじゃ行くとするか。いらっしゃいませ。クロスベル視聴者へようこそ。あら、確か警察の方でしたね。どなたかに面会でも。いえ、実はジオフロント B 区画、確か市北西部でしたね。少々お待ちください。こちらになります。ありがたくお借りします。でも随分あっさりと貸してもらえるんですね。ええ、クロスベル警察には便宜を図るよう言われていますから。ちなみに遊撃士協会にも同じ鍵をお貸ししています。そうなんですか。ジオフロント B 区画の扉は住宅街の水路付近にあります。以前鍵をなくされた方もいるので、くれぐれも紛失にご注意ください。わかりました。サンクス、お姉さん。